マイクロ旋盤の動画です。まだちょっと加工に入れるっていう電源がちょっとまだ手に入ってないので加工に入れる感じじゃないんですけども、ちょっと現時点で気になってるところを直せるだけ直していこうかなと思って、今回は2箇所目ですね。こちらがフロントでこっちから使うんですけど、この旋盤の電源があの AC アダプターに中間スイッチがついてる感じのもので、ここにその中間スイッチつなげるんですが、本体に対して電源コードがちょっと前に出てきてるのが、まあちょっといろいろブラブラして鬱陶しいので、まあこうやって止めといてもいいんですけど、その辺の使い勝手の問題を考えて、一回ちょっとコードを後ろ側から出るようにしようかなと思います。でもちょっとアルミを削って穴を開けるしかないので、ちょっと大掛かりにはなるんですけど、このケーブルを裏から出るようにしたいっていうのが一つと、先日あのフライホイールのこのダイヤルをつけたんですけど、これを加工している人がホールセンサーで、ここのフライホイール自体の回転数を測るっていうホールセンサーをここに仕掛けるような部品をこのカバーとかホイールと一緒に作ってて、まあこのホイール自体にも今僕もマグネットは埋め込んであるんですけど、このマグネットの通る回数を検知するセンサーっていうホールセンサーっていうのがあるんですけど、まあそれを使って、ここにセンサーをつけて、ここにホイールをつけると、まあ回転してこの磁石がそのセンサーの上を通った時に1っていうパルスを数えるっていうので、まあ1分間に何回転してるかっていうのを見れるようなセンサーをつけています。でまあそのセンサーでパルスを測って回転数がわかるとなんかいいことがあるのかっていうと、現時点でまだそこまでの改造するつもりないんですけど、まあ1回開けて調整した後にまた分解してみたいなことはあんまりやりたくないので、この際もできることはやっておこうかなと思って、ホールセンサーを仕込んで、コードを出すっていうところまでやっていきたいなと思います。なので、まあちょっとここのユニット自体を一回取り外して、このカバーを開けて、まあちょっと中の配線がどうなってるかを確認しながら、ここに穴を開けたいなと思います。とりあえず、本体がこっちが正面なんですけど、裏側の一番遠い側にケーブルを出す穴をとりあえず開きました。でホールセンサーのブラケットがあるんですよ。こういうブラケットをここに立てるので、ちょっと1箇所はこれでネジを止める穴と、もう1箇所はそのケーブルを中に通す穴っていうのを2箇所、今回はM3 でネジを切るので、M3 で穴を開けてタップでネジを切りたいと思います。今回使うホールセンサーはこういうやつですね。で、これをまあ足を L 字に曲げて、この上にセットする感じです。これがこの上に立つ感じ、こういう風に立つ感じですね。それを今ちょっと加工したのがこんな感じで、あんまりちょっと大きな穴開けたくなかったんで UEW で中まで引っ張って、中でちょっと太めのケーブルにしようかなと思います。ちょっとこれ穴今開けたところって結構モーターの裏ギリギリのところなんで、あんまり太いケーブルの通すことないんで、ちょっと UEW でひとまず中まで引っ張ります。で今やっとケーブルを通し終わったので、ひとまずこのセンサーをここに固定しちゃいます。よいしょ。ちょっとこういうのってやっぱりカメラで撮りながらきついですね。よいしょ。こんな感じかな。こんな感じですね。ちょっと斜めになってますけど、まあ、これは後で微妙に回転させて位置合わせをしようと思っているので、こんな感じで大丈夫です。
ちょっとこういうところはグルーガンとかで止めとくと安心ですよね。でひとまず中にケーブルが通ったので、モーターはもうこれコードが直結なので一回外してケーブルを通してもう一回ハンダ付けし直すって作業をするのと、まあ、さっきのこの穴にこの UEW をちょっとまともなケーブルに変換して外に出しておきたいなと思います。とりあえず改造完了しました。ホールセンサーを取り付けて、まあ、モーターと外して、まあ、中に配線通して穴がここにブラケット側に切り欠きがあってコード出したんですけど、それをもう反対側のホールから出してっていう風にしました。でコネクタ付きの、これホールセンサー用のコネクタ付きのケーブルと電源という感じですね。でこれ穴の周り普通は養生するとかゴムであれするんですけど、もう僕はいつもこういうのもったいないとかめんどくさいんでグルーガンで固めて、じゃあひとまず元戻そうかなと思います。とりあえず今回路というか、まあ、このユニットのところの修正ができたので、アルディーノでホールセンサーでパルスをカウントするっていうアプリをちょっと書いてみたら、とりあえず一応回転1回転につき1回信号が送られてくるので、これでとりあえずできてるっぽいです。でまだただここの先の表示とかそういうのを何も考えてないので、まあ、このコネクタしばらく送られるかなっていう気がしますけども、まあ、ディスプレイをつけてみたりとか、まあ、この回転数をフィードバックして電圧変えるとか、なんかそういうところまで頑張ればできるんでしょうけど、ちょっとCNC なら分かるんですけど、旋盤でそういう用途ってあんまりないのかなって気もするので、まあ、ターゲットの回転数になってるかなってないかぐらいの LED インジケーターでもいいかなって気もしますし、もう安く LCD が付けられるんだったら回転数表示してなんかトリムでピーッと回せるように、トリムで回せるようにって言っても、あの電源の方で回してここで回転数が目標に達してるかどうかっていうのを見るぐらいのもんなんですけど、ちょっとそういうアプリというかハードウェアをこっち側の部分はしばらく使ってみてから考えようかなと思っています。ちなみにモロパクリのソースコードなんですけども、回転数が一応出るっていうのをやってみたので、今、RPM の左側が0になってると思うんですけど、これをちょっとモーター回していくとあれなんですね。ちょっとこのソースコード分解能が低くてざっくりしか出ないんですよね。回転数上げていくとどん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 上がって、こんな感じです。でちょっとスピコンが今あり合わせのもんでやってるんで、まあ、実際に使うときにこの回転数が最高かっていうとそうではないんですけど、ちょっとそのあたりまで含めて一回本当にその回転数なのかどうかって確認をしたいなと思っています。で、まあ、ホールセンサー信用しないわけじゃないんですけど、一回ちょっと本当に同じような数字が出てるのかっていうのをちょっとこの回転計で見てみたいと思います。今パソコンの画面に私が出てくるホールセンサーの値を読んでこの数字と近いかどうかっていうのを見てもらうといいかもしれないですけども、ちょっと回転数上げていきます。今だいたい200いくつって、回転計だって出るんですけど、パソコン上の RPM だと180と240の間うろうろしてるので、まあだいたい合ってると。でちょっと上げて、まあ、パソコン上では420っていう数字になってるんですけど、450ぐらいなんで、まあほぼ正確かな。パソコン画面上では 1200rpm になってるんで、誤差まあ 50rpm ぐらいでだいたい出てるんじゃないかなって気がしますね。今 2820 ってパソコン画面上で出てたんですけど、だいたい回転計でも2800ぐらい出るんで、まあなんかそのホール素子の磁石との距離が近すぎたり離れたりすぎて
けど取ったり取れなかったりみたいな感じにはなってない感じなので、ほぼ大体取れてるんじゃないかなって気がします。なのでちょっとまた回転速度が必要になった時になんか作ろうかなと思ってますけど、ちょっと現段階ではコネクタをちょっとぶら下げとくような感じで放置することにします。